どうも影やんです。今日はですね、思いつきはメモを取るということについてお話ししたいと思います。当たり前って言えば当たり前っていうか、別に大したことじゃないんですけど、なんかこう思いついたりして、こうふとひらめいたりとかね、こうしたことっていうのはすぐにね、こうメモを取るように僕はしてます。というのはね、忘れてしまうからですね。もうすぐこう、結構ね、いいアイデア浮かんだなと思ってたんですけど、ちょっと後で書こうと思って違う動きをしてた時にすぐそれが忘れてしまうんですね。で、前はね、すぐ忘れてしまうようなことやったら大したことじゃないわと思ってたんですけども、そうでもどうやらそうでもないかなということで、なんか一瞬こう出てくるっていうのは、今までの自分のこう潜在意識が答えを探してるらしいんですけども、何かの問いに対してね、自分の中でのね、でそれがこう出てきた時にパッと出よるらしいんですけど、それが一瞬出てすぐこう消えていきよるようなことがあるらしくて、だからそれは、潜在意識がこうずっと考え出したこう思いつきやったりひらめきやったりすることがあるんで、それをメモ取っとくと結構後で役立つことがあるっていうことをこう何かの記事で読んだんですよね。ほんでそれからこうやっぱりメモをしないといけないなと。でやっぱり忘れやすいと。でそのことばっかりを考えて、例えば思いついて忘れんようのためにそればっかり考えて違う作業をするとですね、全然その作業に集中できないんで、もうメモしてしまうとそれから一旦こう気持ちというか意識を離れることができるんで、そうするとこう次の作業に集中できるということですね。だからメモをすると。あとですね、僕がこういろいろこう本でもそうですし、なんかこうメルマガでもそうですし、ブログでもそうですし、動画でもそうなんですけども、なんかこう見てこうインプットのこう作業をこうしている時にですね、何かこう出てくること、バーンと出てきよることがあるんですね。思いつくことがいろいろと出てきてですね、それもやっぱりこうメモするようにしますね。ほんでそれをメモして、もう一回それでこう、しっかりとまとめてですね、ほんでこうお客さんにこう提供できるようなものが出来上がる時があるんですね。で結構お客さんにも役立ってもらえるだろうということは、こうしっかりとした形でこうメモして、自分なりのそこにこう何かを加えてですね、一つのプリントとしてこうお渡しする、必要やなと思ったお客さんにはお渡しするという形をこう取っていって、だから結構そういうことでこうひらめいたりすることもそうですし、インプットしててこれはいいなって思うことでも何でもそうなんですけど、こうね、何かこう僕はメモ用紙わざわざ買わないんですけど、こう言うたら、チラシの裏でもそうですし、自分がこうなんかやってた何かの裏のね、空いてる白紙にですね、こうメモをこうぐーっと書いていくんですね。箇条書きでこうで、それをこう時間がある時はその日にもういろいろまとめたり、こういろいろ調べたりこうして、こうあとスマホのメモ帳に入れて、次こうね休みの日に動いたりとかいろいろこうするんですけども、そのメモっていうのが結構こう重要やなというふうに考えてます。それがね、結構ほんまに僕はそこから生まれる何かっていうのは結構あったりとかして、結構メモの大事さというかで。忘れてしまったりするともったいないんですよね。せっかくそれが生かされることがあるのにですね、メモをしないことでもない状態になる。ほんでメモしてもですね、結局ピンとこうへんしからやらないっていうものももちろんあるんですよね。でそれはそれでいいかなと。時間を置いてもいらんと思った分に関してはですね、そこまで必要じゃなかったかなというふうに思いますけども、結構でもメモしたことっていうのは何かこう、関係があったりしますね。でこう例えばこう情報を入れてる時にですね、お年寄りがですね、こう歩くか足の衰えですね、下半身の衰えとかですね、あと頻尿とかありますよね。ちょっとトイレが近いとかね、そういう場合に必要な、漢方薬がこういうのが結構いいですよってなったりするとですね、一応それをメモしておくと。でメモしといて来てくれてるリピーターさんのお客さんがですね、ちょっとトイレが近いと、お年寄りいうかまあまあ、60代ぐらいの方やとそういう結構トイレが近いって言ったはったんで、そしたらちょっとそれが自分でこうしっかりそのメモしたるメモというかそのパソコン上にこう入ってる場所があって、それをこう引っ張り出して、それで一応調べてですね、副作用とかそういうのも調べてですね、ほんで、お客さんにこう一応その漢方薬が結構効く可能性があるんでよかったら試してみてくださいと。ほんで、試してみてちょっと副作用があるようやったらもうやめはった方がいいし、続けて良さそうやったら続けはった方がいいし、でまあ1ヶ月とかそうやって続けて何の効果もないんやったらやめはったらええやろうしっていうようなねこう説明をしながらですね、そういうことをお伝えすると。だからそれが結局生かされると。僕の今の状態でそこまでその漢方は必要ではないですけども、やっぱり健康を扱ってる以上ね、そういうことが役立つことがこう出てくると。でそれはこう役立つ、これいいなって思うのは情報を見た時の自分のひらめきでこれいいなって言ってこうメモに回していって、メモからこう仕事につなげていくとか他のことにつなげていくとかこうしていくというところで、こうピンときたものに関してはやっぱり何か関係あるんかなと。でメモしたものには大体関係があると。でたまにね必要ないなっていうものもこう出てきてることはありますけども、大体こう何かこう関係があるかなという感じはしております。ということでですね、思いつきはメモをするということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。